はい、皆さんこんにちは、村長です。今回はファンダメンタルベースという WA プロダクションの低域をうまく持ち上げて高音とのバランスを取っていくような、そんなエンハンサー的なコンプレッサー、そういうソフトをご紹介します。2021年1月現在プラグインブティックさんで買い物をすると無料でもらうこともできます。通常価格もとっても安く4100円ぐらいで手に入ります。村長ミュージックスタジオ。各部の説明をしていきたいと思います。ここにはたくさんのプリセットがあります。ですからこうやって勉強するのにもいいと思います。この真ん中のクロスオーバーですね、これを自分の思いに設定し、ハイパスのフィルターとローパスのフィルターもあります。超低域をカットしたりとか、超高音を完全になくしてしまうというようなこともできます。次は緑のところが低域、そして黄色のところが高域です。これでバランスを取るわけですけれども、音を鳴らしながら少し説明したいと思います。このバランスとフラッテンというのは基本的に言うコンプレッサーです。で、下にあるのが原音とのミックスです。ここでこうやって好みの音を作っていきます。もちろん高域も同じなんですが、高域の右側はドライブとなっています。このように右に回すと高域のドライブをかけていきます。左右のミックスバランスはまずはこうやってフルにしておくのもいいでしょう。そして真ん中にフェイダーがあります。このフェイダーを使って低域と高域のバランスを取ります。下はクリッパーです。クリッパーは先日からもクリッパー専用のソフトもご紹介しましたけれども、これを使ってパンチを上げていくことができます。上げすぎると音が割れますので気をつけてください。はい、ここにあるのがステレオのスライダーです。ステレオは右と左別々に設定できます。通常セオリーでは低域というのはあまり広げることはないと思います。そして高域をちょっとワイド気味にステレオ感を出せばいいと思います。ほぼモノラル感になりました。2つは上に別々のバイパスがありますので、これを使って低域と高域を
分けてじっくり作り上げていくのもいいでしょう。今日はとっても簡単で思い通りに景気と広域のバランスをうまく作れるファンダメンタルベースという WA プロダクションのソフトウェアをご紹介しました。今まで難しかった音作りも案外便利にできるんではないでしょうか。またチャレンジしてみてください。ご視聴ありがとうございました。村長でした。